富士通クラウドエンジニアミートアップ。今回は6月30日の CentOS7 サポート終了を目前にして、これからの Linux ディストリビューション選びをどうすればいいのかというテーマで、延長サポートサービス及びアルマ Linux への乗り換えサービスを提供しているサイバートラスト株式会社の講師の方をお招きして、ポスト CentOS の選択肢についてお聞きするという内容でした。じゃあ、渡辺さん、よろしくお願いします。はい、では私、渡辺の方からですね、マイグレーションで18年の時を超えるといった題名でですね、エディティさせていただければなと思っております。まず私の自己紹介、簡単な自己紹介なんですけども、プライムストラテジー株式会社といった会社でですね、代表取締役社長を務めさせていただいております。上場会社の社長がこんなところで LT やってるくらいで、本当に技術が大好きな会社でございます。はい。富士通さんのですね、ブログの方にも、記事書いてますので、ぜひご参照していただけたらなと思っております。よろしくお願いします。で、先ほどもですね、CentOS のお話、あったかと思うんですけども、当社の方でもですね、いろんな、市場の状況など、調べております。ちょっと共有させていただきますと、今、社内のですね、リストの中で、6万7千件ほどですね、COJP のドメインで、何使ってるのかといったところを調べてあるデータがあるんですけども、それで見てみると、うちの CentOS 利用しているところ、これ HTTP ヘッダーで、CentOS が出てくるところなんですけども、3月ぐらいから調べ始めて、現状1784サイト、見つかっています。いわゆるパーセンテージ的には 2.6% の方々があって、で、一部の方々は、しっかり、セキュリティ的にしっかり採用されていて、サーバーシグネチャーをオフにしてる、いらっしゃるのも、あるかと思うので、大体その、このウェブの業界でホームページ作られて、企業のホームページで CentOS 使われているところは、大体、3% 程度、まだいらっしゃるのかな、といったところが、当社及び私の認識でございます。EOL が、基本的に、今月で終わってしまうものがまだ 3% も残っているといったところは、ちょっと、有意識次第なのかなと思っております。今日の、これがですね、いい啓蒙になればいいなと思っております。で、今日の LT の、具体的な中身なんですけども、こういったことをやってみたいなと思っております。CentOS7 を、そこから7.0 ですね、7.9 にして、そこから、アロマリナックス8にして、次にアロマリナックス9にするといったところのですね、手順をやってみたいなと思っております。CentOS7 がリリースされた2014年はですね、横に重大ニュースといった形で書かせていただいてきましたけども、今のウクライナ危機、今のですね、じゃないですね、もともとのウクライナ危機であったりとか、消費で 10% になったのと、こういったイベントがあって、皆さんも覚えていらっしゃると思うんですけども、そこから、そこのタイミングで入れた CentOS7 が、もし まだ使えてた場合、こんな形でアップグレードができますよといったところを今日やってみたいなと思っております。で、具体的に使うツールでございますけども、Deep といった、ツールが、Red Hat から提供されております。このリープを使うことによって、現在の使っているシステムを解析して、管理者の方がですね、別の OS、今回は、CentOS とかアロマなんですけども、バージョンアップができることをですね、支援するツールでございます。具体的な使い方はこの後やるんですけども、基本的な手順としては、準備、事前的に、ツールをインストールをして、事前チェックをして、アップグレードの実行をして、その後、アップデート後の後の確認などを行うといった、この4ステップとなっています。はい、で、実際にですね、ここのアップグレード、あとリープアップグレードの中のですね、どんな、動きになるのかといったところをですね、ちょっと
横で出しながら、ちょっと資料の方を進めさせていただこうかなと思っております。メディアプレイヤーで表示しているところがですね、実際にディープアップグレードやってる、中身となっております。ちょっとこれは、右上の方に出しながら説明を続けていきたいなと思います。参考の URL として、今回のですね、7から9に、CentOS 7から9に移行する話については、アドモニラックスさんのですね、ウィキの方に記載がありますので、こちらの方をご参照していただけたらなと思っています。ほぼ同じことを今回やります。はい。で、もちろん、ディープについては、レッドハットさんの、公式なものでございますので、マニュアルなどもありますので、ぜひそちらもまたご参照していただけたらなと思っております。で、今日は CentOS 7から9なんですけども、逆、あの別のものとしてですね、例えば、こんなものもあったりとかします。CentOS からアルマへは、今日もあるんですけども、例えば、レッドハットからアルマへ、ロッキーからアルマへとか、はい、そういったものの通信も出ておりますので、こういったなんですけども、ちょっと、ロッキーじゃなくてアルファ使ってみたいなと思ったら、こういったツールも実はあったりとかもします。はい。今日はですね、古い OS からの移行のところでやらせていただきます。初期状態。はい。CentOS 7でございます。はい。で、PHP のバージョンとかも確認しておくと、当時は、5.4.16といったものが使われていた状況でございまして、で、そこに対して、まず事前準備のところですね。はい。最終のアップデート。YAML で最終のバージョンアップまで持っていきます。7.9まで持っていけます。これは皆さんも一般的にされていることかなと思っております。はい。で、次にここから、具体的に、ディープな話になるんですけども、まずさ、パッケージのインストールがあります。エレベートリリース。のパッケージをインストールすると、あとリープのパッケージとアルマリナックスマイグレーションデータなどを、インストールをします。はい。で、その後ですね、アップグレードの可能性評価といったところで、いわゆる事前チェックの、プログラムを実行させます。はい。で、これを実行するとですね、よくある、問題とかが出てきますので、そういったことに対して、一つ一つ修正の、コマンドを入れていきます。これ、3つ出ていますけども、よくあるものでございますので、こちら実行して、ほぼ実行する形となるかなと思います。で、これで、プレアップグレードの、問題が対処できたら本番のアップグレードでございまして、はい、ここですね。sudo leap、アップグレードのところを行いますと、今、ここのところで出ております、アップグレードのところの処理が、これ大体動画的に言うと、大体14分の動画になっているんですけども、大体私の環境で、本当にクリーンな、CentOS からの、アドマリナックス8の移行で、大体14分ぐらいかかります。そうですね。これで、ディープアップグレードが実際に終わって、ここから、再起動をかけます。再起動をかけて、2回ぐらい、サーバーの再起動が、勝手に行われていくわけなんですけども、ここですね、エレベートアップグレードイニットが始まって、初期、スクリプトが始まって、この後、随時アップ、2回のアップ、2回の再起動で、はい、アノマリナックス8の方に移行できていきます。はい。で、終わると、アノマリナックスの最終バージョン、今の最終バージョンですね、8.10のところにまでですね、自動的にアップデートされております。で、これで8の方への移行は終わりました。で、後処理ですね。はい。多くの人が残骸処理ではあるんですけども、CentOS 7のパッケージとかが一部残っているので、それってものの削除であったりとか、あと、移行時に使っていた、エレベートパッケージだとか、リープパッケージなどを、こちらも削除してしまいますと。はい、で、あとは、CentOS 7向けの、GPG のキーを削除したりとか、もう使わないので削除したりとか、そういったことをして、後処理をします。
で、ここまでアノマリナックス8の移行が完了したら、次は9でございます。9への移行のところです。まあ、基本的にやってること、CentOS からアルマ8への移行のところとほぼ一緒ですね。はい。エレベートリリースパッケージを入れます。リークのパッケージを入れます。あと、リープのアップグレードのところで失敗しないようにちょっと追加の手順とかも一部あったりとかもします。で、可用性評価、可能性評価で、まあ、事前チェックをして、まあ、同じように、前回と同じようにですね、失敗するポイントの対処などを行っておきます。で、それを実行することによって、再度リープ、今度はですね、8から9へのリープアップグレードの方を実施します。まあ、時間的に言うとほぼ同じぐらいですね、14分ぐらいかかります。はい。をアップグレードすることによって、今度はアルマリナックスの9.3になるというものでございます。はい。なので、これで、CentOS 7.0から、まあ、9.3、アルマリナックス9.3までですね、こうやって、一つの環境の中でどん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 アップグレードをしていくことが可能でございます。まあ、このようなツールもございますので、もし環境とかで新しい環境が用意できないとか、なんか結構限定された条件だと思うんですけども、このようなツールがですね、生きてくる場面もあるかなと思っております。はい。ただ、設定値とかがですね、そのまま使えるかというとそうでもなくてですね、やはり、HTTPD の設定とかは残っているんですけども、やっぱり環境が大きく変わる部分、例えば PHP、CGI か PHP、FPM とかの、まあ、環境とかも変わる部分に関して言うとですね、まあ、手動で対応しなきゃいけなかったりとかももちろんしますので、まあ、この点、一部手作業的なところが出てきます。はい。はい。最後に1ページだけ宣伝させてください。移行先の OS として出てこなかったんですけども、はい。当社、草薙といったですね、ウェブに最適化された OS を開発しておりますので、ぜひ、CentOS 7のですね、移行においては、移行先の OS としてですね、ぜひ、ご選択していただけたらなと思っております。よろしくお願いします。はい。私の LT は以上です。渡辺さん、ありがとうございました。移行ツールですね。結構よく聞かれるところですよね。ご紹介いただいてありがとうございました。気になる方はぜひ試していただければと思っております。この動画が面白いと思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。